バトル鉛筆とは鉛筆を転がして上向きになった面を乱数として使用するゲーム。またそれに使用する鉛筆。バトエンと略されスクウェアエニックスの商標である。主に小学生に人気を博している。原型にサイコロ鉛筆がある。これは鉛筆の6つの側面にそれぞれ1から6の数字が刻まれておりサイコロと同じくゲームに使用したり、 マークシートの回答を生んだのみにするときに使うこともある。類似商品に占い鉛筆屋があり、転がして出た面に書いてある文章でその日の運勢を占う。試験場への持ち込みが禁止されている場合もある。バトル鉛筆及びその類似商品は各文具メーカーによってデザイン、ゲームシステムに統一性がないが大半は二人で交互に 自分の鉛筆を転がして出た面に書いてある文章に従って勝敗を決めるという単純なものが多い。鉛筆としても使用でき、削っていくうちに文章が読めなくなれば普通の鉛筆になる。形状は五角形のものもあるが六角形のものがポピュラー。トレーディングカードゲームと同様にトレーディングコレクションの対象となることもある。 削って使うという鉛筆本来の使用法と異なる授業の妨げになるなどの理由により、1995年以降、いくつかの小学校ではバトル鉛筆の持ち込みを禁止する校則が実施された。旧、エニックス及びスクウェアエニックスがシリーズを多数発売している。自社のゲームソフトであるドラゴンクエストシリーズのキャラクターを用いたものが代表的である。他社でも過去には、 スーパードンキーコングやポケットモンスター、ロックマンエクゼ、デュエルマスターズ等の鉛筆も販売していた。ポケモンのものは旧エニックスからも発売され、発売終了後、他社から類似商品が出た。以下、ドラゴンクエストのバトエについて解説する。株式会社エニックスが発売したドラゴンクエストバトル鉛筆は1993年の発売当初、売れ行きが良くなく、 廃盤とする意向だった。しかし、大阪のガングおろし丼やスターコーポレーションの白木営業部長が販路を開拓。しばらく、スターコーポレーションの独占商品となった。1995年新学期に爆発的ブームとなり、売れ行きが復活したことを確認したエニックスは廃盤を撤回。以後1997年の第一期展開終了までに、 人気は落ち着いたが、以後定番商品と位置づけ、現在に至るが2010年代以降商品展開は散発的である。2017年11月16日発売のオンラインゲーム、ドラゴンクエスト X5000 年の旅路遥かなる故郷へ、オンラインでは、オンライン上でバトエンを再現したゲームが楽しめるイベントが実装された。六角中の鉛筆にモンスターや人間が描かれており、 各面には行動が記されている。さらに底面には、や、といった属性が刻まれている。プレイ人数は2人以上。3人以上の場合は、バトルロイヤルもチーム戦も可能である。交互に鉛筆を振って、出た面の記述に従う。鉛筆にはそれぞれヒットポイントが設定されており、例えば、2、30のダメージとあった場合、敵である属性のキャラクターのヒットポイントを30。 ずつ減らす。ヒットポイントが例になったキャラクターは、戦闘から除外され、最終的に生き残ったもの勝のちである。ABC 森下1996、ピアニッシも52から59、おもちゃの歴史年表1995年おもちゃ、情報ネット2017年6月6日閲覧。ポケットモンスターハット後に、同社の代表取締役社長に就任。 ありがとうございます。